おはようございます。それでは今日も一日スタート。ご報告があります。はい、うん、はい、いやあなたたちで、あー、はい、いや分かってないの、報告。あら、ホワイトデーだよ。あー、バレンタインに好きな人にあげて、その好きな人からお返しが来ました。あきちゃんがもらったのはこのパンと、めっちゃ美味しかった。うん手作りなのかな、違うよね。買ったって言われした。あ、買ったんだ。あとこの綺麗な綺麗なチョコレートまだ1個しか食べてないんだ。取っときたくてさ。まあ分からんでも、食べてあげようか。写真いいよ。ダメダメ。で、カムはめっちゃ美味しい。うん、昨日マカロンもらいました。これ見覚えない？あれだよね、富士屋さんのだよね。そうあなたたちのケーキをパパがホワイトデーに買った時に、なんかこれだったかな。そうこれだったんだ。これだった。夢タウンって書いてある。あ、本当だ。前日見ちゃったね。見ちゃったね。まあでもね、嬉しいじゃないですか。うん、はい。で、あきちゃんのその何、お返しを持ってきてくれた子の後ろ姿、うん、見たんだよ俺。うん、ガチャンって言ってちょうどパッて外に出てたら、なんか丸坊主かな。もう男の子がこんなに出してきよって。ほんと見えた。へえ。家に入ったらお返し今もらったみたいな感じだった、うん、そう直後だった。すれ違いだった。捕まえとけばよかった。あんま背大きくないんだね、うん、ちっちゃいんだね、うん、後ろ姿で見たけど、ダダ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 って言ってなんであんな急いでるの。逃げ足だけは早い俺には気づいてないと思うんだけど、恥ずかしかったんだよね多分。うん、あー、え、かなさん、かなさんはどんな感じでした？返してもらった時どういうシチュエーションでした？昨日、うん、夜来てくれた。昨日の夜習い事が終わって来てくれたんだよね。うん、あ、かなの習い事がある。違う、あ、あっちの、うん、あっちの、そうなんだ。習い事終わってわざわざと持ってきたってこと？うん、期待してなかったからさ、すごい嬉しかったんじゃない？うん、期待してなかったもん正直で、なに、その内容はマカロンだと。うん、マカロンかの大好物。いやいや、花言葉みたいなやつあったじゃん、お返し言葉みたいな。ちょっと待って、多分でもそういうこと考えてないと思う。ええまったく、なんか考えなさそうな人だもん。いや、意外と知ってるかもよ。もうかながマカロン好きなのは知ってんの？え、言った覚えはない。で特別な人、マカロン、特別な人だよ。うわ、うん、で、秋は何？あきちゃん、チョコとパン。チョコはあなたが大好き。まったくね、最近の子供は。嬉しいね、こういうイベントはね、うん、なんか、パワーが出るよね。うん、うん、今日これ食べていく。嬉しいね。うん、大好物がもらえた。昨日の夜はもうすごい機嫌が良かったもんね、感じ。うん、マーカロン、マーカロン、マーカロンって。はい、二人とも本当に良かったですね、うん、めでたくホワイトデーをもらえたというナーコーでございました。ご報告のナーコーでございました。はい、そして、先日タカラトミーアーツさんの、プリちゃんの撮影に行った時にいただいたお土産でございます。はい、これも多分マカロン。マカロン尽くしだ。せーの、オープン。おいしそう。こっちのマカロン食べていったら、こっちパパが食べてやるか。え、ダメ。こっち食べていったら、みんなマカロン好きだもんね。今日のご飯のお供はキムチツボラーメンです。これもカルディさんで買いました。はい、じゃあご飯食べましょう。はい、あきちゃんが久しぶりに作った卵焼きです。味見。それでは皆さん、今日も一日元気に楽しんでいきましょう。野菜生活で乾杯。乾杯。いただきます。それではコメント返しのコーナー。いつも面白いコメントありがとうございます。フラップしらす節さんから問題です。グーチョキパーでじゃんけんは何を一番に出す？じゃあママリもしようよ。最初はグー、じゃんけんぽい、パーパーチョキ。グーを選んだ人は貧乳が好き、チョキを選んだママは手首が好き、パーを選んだ人は巨乳が好き、はい、次はチャンネルサウスさんから。意味がそんな巨乳好きではないよ。意味が分かると怖い話です。あ、はいはいはい。小学校に入る前の娘と遊園地に行った、うん、入り口には看板があってあって楽しんでねと書いていた。まだ字が読めるようになったばかりの娘がまじまじとその看板を見て微笑ましかった。あ、もう分かっちゃった。まだジェットコースター、観覧車、コーヒーカップといろいろな乗り物に乗ったが、しかしどうも娘には
そわそわして楽しんでる様子がない、うん、俺はせっかく遊園地に来たんだから入り口に帰ってやるようにしないとダメだぞと言うと、やたら暗い顔になる。まだ遊園地は早かったのかもしれない。仕方ないから家に帰ることにした、うん、そして娘はその日自殺した。俺は今でも自分を許せない。さて娘はなんで自殺したか考えてください。この世に嫌気がさしたから。まだ遊園地が行きたくなくて無理やり行かされたから。ある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 。何かがなんか嫌だったんじゃない。この世に嫌気がさしたんだよ。なんでなんでなんで死ぬ。自殺と見せかけた他殺だった。いやもう自殺だから。実はママに自殺だから。この人が自殺と思ってるけど実はその女の子の失敗で死んじゃった。うん、自殺なんかすごい暗いな。解説。はい。字を読めるようになった娘だけど、うん、まだ小学校入学前だから漢字は読めない、うん、ということは楽しんでねという文字は死んでねという文字しか読めなかったのだ。お父さんに入り口に書いてやるようにしないとダメだぞと言われたため、うん、娘は自殺をしてしまったのだ。そこまで言うこと聞かなくていいのにね。うん、あなたたちだったら絶対そんなことないもんね。うん、絶対そうだ。次はカフェラテ TV さんから。あきちゃん大丈夫？問題です。多くの偉い人が集まる会議で突然停電しました、はい、その後に電気をつけろと言った国はどこの国でしょう。電気をつけろ日本だって電気をつけろ正解。正解は日本でした。電気をつけろは日本語です。そのために日本です。あー電気をつけろって言ったんだ。ボケたつもりだったの。次は竹内姫さんから。はい、なぞなぞです。はいはい。1学期の次は何でしょう。2学期3学期夏休み。はい、正解は夏休みです。かかるんだねこれ。夏休みが一番楽しみだ。次はりょうさんから。出題者が何と言っても真似ようねって言ってください。ん、真似しようねみたいな感じ、うん、真似ようね、真似ようね、はいはい、オッケー、はい、練習ね。はい、ママ真似ようね、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 はい、真似ようね。違うよ。真似ようね。お茶。真似ようね。マカロン。真似ようね。マヨネーズ。真似ようね。あんまり引っかからなかったね。え、そんな、そんだけ。次はキラさんから。なんと言っても車椅子って言ってね、ヤッキー、うん、はーい。お母さんの車椅子。お父さんの車椅子。お姉ちゃんの車椅子。お兄ちゃんの車椅子。パパの車椅子。お母さんの車椅子。メリー車椅子。うわー、引っかからなったー。メリーゴーランド。違う、メリークリスマスって言うんだよ。ああ引っかかったら。じゃあ、うん、カンに質問しないでね。あやさんから、うん、質問しないでね。カンに質問しないでね、はい、はいはい。今から問題を出すから考えてね。はい。1たす1は2。3たす3は9。6。2たす8は10。5かける2は10。はい、あなたの負け。え、どっちが負け。何が何でも私に質問しないでね。ああ、そういうことか。引っかかった。次10回クイズをあやさんがもう一個出してくれて、あ、ありがたいですね、はい。シャンデリアと10回言ってください。いや、シャンデリア、シャンデリア、はい。毒リンゴを食べたのはシンデリア。やっと白雪姫。ピンポーン。どっちかわかんないもん、白雪姫。パパ男の子だからさ。英語であれザットって言ってください、10回。せーの、ザット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 。ハキ大丈夫。言い過ぎじゃない。はい、それじゃあこれはペンですと言ってください。 This is a pen。 This is a pen。 多分英語で答えると思うので、なんで英語って言ってみるなど言ってください。え、2人とも間違ってるんだよ。あ、英語でなんて言ってないんだよ。そっか。そう、だからこれはペンですって言えばいいんだよ。バカだね。引っかかった、引っかかった、やった。アキちゃんまだ気づいてざっと。はい、以上コメント返しのコーナーでした。絶対引っかからんぞと思ったら思いっきり引っかかる。、パパが気になった質問返しのナーコーでいきましょうかね。ひよさんから、私はハムスターを飼っています。種類はジャンガリアンハムスターです。ハムスターは生きるのが短いので、その日一日を大事にしています、だそうです。へえ。すごいよね、一緒に過ごせる時間が少ないから、その子と過ごせる一日一日を大切にしてるっていう、うん、なんかいいよね。ほずきさん、おはようございます。おはようございます。恋バナコーナーができたみたいなので、コメントしました。私は今年小学3年生の時に同じクラスだった男の子と結婚します。9歳の時に出会って今年お互い24歳になります。小学生の時はこの人と
結婚するなんて思ってなかったし、なんだか不思議な気持ちです。かんちゃんあきちゃんももう将来結婚する相手と出会っているかもしれないなと思いながら、いつも動画の恋バナを聞いています。これからも動画を楽しみにしています。頑張ってください。はい、頑張ります。あーすごいよね。で出会ってるかもしれないんだよ。3年生、うん、13年後に結婚したってこと。うん、そうそう、出会ってから、出会って13年後に結婚した。そんなずっといたの？いや、だから出会ったのはその3年生で、高校大学卒業して同窓会とかで会って付き合ってから結婚するみたいな。結構聞くよね。うん、へえ。そうそう、ママの友達も中学校の同級生だよ。でもその当時は付き合ってないんだよね。好き同士でもないけど大学生に入って、うん、学校は別だったけどバイト先が一緒だったとか、うん、はあ。で実は、ね、小学校中学校一緒だったとか、うん、今日も ねお返し昨日来てくれたのと会うんでしょ。学校で同じクラスやから。いや楽しみだね。うん、休むんじゃないの。恥ずかしくていや、それはない。いや、お時間がやばいですよ。はい、あ、パパのちょっと気になったコメント返しのナーコーでございました。いや、でもかんちゃんね、ちょっとあきちゃんがドア開けてね、こっそりこうすっとりなんかこう声だけ聞いてたんだけど、なんか恥ずかしがるかと思ったらね、うん、普通にありがとうって大きい声で言ってた。うん、素晴らしい。また明日ねって。うん、そりゃ明日会うから。やっぱ聞いてたのね。そっちの方がかんちゃんらしいかもね。ガチャってこうやってあきがちょっとだけ出られて全員玄関に集合した。そう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 。だって枕持って玄関入ったら、銀玉で玄関のとこにちょこんって座って。それでは皆さん、今日も一日元気に楽しんでいきましょう。行ってきます。行ってらっしゃい。皆さんも行ってらっしゃいませ。